鈴木あやねちゃんの電子代です。どうぞ。すごい真っ白。Thank you.
たか、あやねちゃんの。突然終わった。すごい。素敵な作品。すごいね。すごいな。めっちゃダイナミック。ね。なんか気持ちよさそう、あんなバシャバシャできたら。確かに。気持ちよさそう。何だったんだ。え、一回さ、結構序盤にさ、バシャってやろうとしたら入ってないみたいな。あれは正しい。でもスンってしてたよね、顔は。ちょっと笑いたかったと思うよ。あれは面白かったな、面白かった。すごいな、なんか2期生ってやっぱちょっと狂気を感じるわ。個性がすごいね、爆発してる。すごいな。すごい。急に終わるし、ね、もう慌てて戻ってきてね。皆さんがあれ、いきなり終わったって。なんかお辞儀してる、お辞儀してる。すごいな、やっぱ、ね、みんな考えることが。やってみたい。でもあれは一個の作品としてもあれで完成したってことなんかな。なんかね。あ、くまちゃんもちょっと色つけてほしかったね。あ、確かに。くまちゃん。白いままだ。え、あ、つなげるみたい。喋りたい、喋りたい。あやねちゃん。はーい。お疲れ様。すごい。すごい。お疲れ様。お疲れ様です。どうだった？あ、どうだった？難しいこと聞きますね。ああ、そうです。実は、はい、この壁汚しただけじゃなくて。何？すごい。すごい。ちょっと、仕掛けをしておりましてですね。すごい。すごい。でも、ちょっと。すごい。すごい。かっこいい。英語？すごい。なんて書いたんだ。エフォート。乃木坂の努力、感謝、笑顔を実はここに仕込んであったんです。すごい。すごい。かっこいい。そうなんだ。じゃあもう作品になるんだね。そうなんです。これはこのまま会場に飾っておこうって思うので。あ、すごい。お、本当だ本当だ。あの会場にいらっしゃる方はぜひこれを見ていただけるんじゃないかなって思います。すごい、一気に華やかになったね。あやねちゃん満足ですか？あ、はい、とっても満足です。ストレス解消にとってもいいので、ぜひ真似してほしいなって思います。真似できるかな。家の壁新居なし、新居な。あの、この企画は、うんうん、私が真っ白い空間を汚したいっていう衝動から生まれました。その衝動はいつ出てきたの？あ、本を読んでる時に出てきて。すごい。そうです、こんな感じに文字が浮かび上がるという感じになっております。すごい。絵描くのは好きなの普段？あ、描かないです普段。あ、じゃあこういうアートをやってみたかったんだ。うん、そうです、アート企画やりたくて。それで、はい、やりました。あ、音楽も実は自分で作ったやつです。そうだ、そういうのできんだよね。そうなんだ。そう、なんかやってんの家で。そうなの。そう、なんかね、音楽系、その家行ったらピアノもギターもあるし、なんかそういうのも全部ね、やってんだよね。作りました自分で。めっちゃ映画みたいな、ね、音楽だった。じゃあこちらのパネル会場に展示するので、お越しになる方はぜひ見ていってください。以上、鈴木あやねの電子台でした。